四角に落とすアイルトンセラ、盤石の体勢であります。そして出口の三足です。一周残してガッツポーズ上げたの僕見たの初めてです。そうですね、余裕ですね。マンスリーのシーマーね、これだけお客さん入ってますからね、本当にセナもガッツポーズ出るんでしょうね。はい、そうですね。さあセナ3度目のワールドタイトルをあの天敵マンセルが消えた時点で決めました。そして33回目の優勝回数、その優勝が目前であります。鈴鹿サーキット、天国にいる本田宗一郎さんが微笑んでいる。そうでしょうね、ファンに向かって、そして本田宗一郎さん、本田のピットクルーに向かって手を差し上げたのかもしれない。さあもう一つの花道、ミキストレート、さあ本田のピットクルーが待ち構えている。セナを迎えれるぞ、セナを迎えれるぞ。西ストレートを行きます。アイルトンセナ 130R を一気に一人旅、アイルトンセナであります。セナにとっては面白いスペインだと言っていた、スペインが近づいてまいりました。さあ優勝は目前であります。セナは88年に続いてまた鈴鹿を制するものになります。スペインを上げ出していったワンスチェッカーですね。おはい、ベルナーに生かした、生かせた、ベルナーに生かした。セナがプレゼント、ワンツーフィニッシュ、ベルガーに生かしたセナ、そして手を挙げた、やりましたね。ベルガートップです。セナがプレゼントしましたね。青山一丁目ホンダの伝説にまたもう一つの1ページ。今宮さん、最後のところで行くというのは心にくい。いやー、実にすごい演出というか、すごい演出ですよね。はい、ですからあれがもうチャンピオンランだったんですよ、自分の。そうですね。ベルガーに対してやっぱり優勝を挙げたいですよね。なるほどね、まあこれはドライバー同士ですね。森脇さん、はい、森脇さんも涙ぐんでますが、やはり魂の糸電話が通ってるんですね。そうですね、セナが手を挙げている、セナが手を挙げている。もうこれは完璧な締め付けですね、一瞬的な。あ、旗もらうんだ。あ、セナが旗を受け取りました。ブラジルのファンの人か、受け取りましたね。ブラジルの小旗を受け取ったセナのウイニングラン。今宮さんが言ったように、あのファイナルラップ途中でセナは最終ラップ自分の心の中にチェッカーを振っていた。3度目のワールドチャンプ獲得、そして最後は心にベルガーに譲ったベルガーの初勝利であります。セナのブラジルの小旗が風にたなびいて見えます。